ディンケルスビュール、ディンケルスビュールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属する都市である。ディンケルスビュールは、フランケン地方南東部及び、シュバーベン地方の北部にあるベルニッツ川沿いに位置する。この町のモットーである、川徳幸のロマンティックは、その特徴を、よく表現している。住民の大部分は、アルマン語の一方ことである。 シュバーベン語を言語とするアレマン人が多い。アレマン諸語の最北端に属する。本市は公式には六十七の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ディンケルスビュールに初めて都市施設が作られたのは千百三十年頃のことである。それはシュタウフェンケとベルフェンケとのローマ王位をめぐる争いの中で、 シュタウフェン家の所領を結ぶ防衛拠点の一部として形成されたものであった。この都市はもともとカロリング町時代に作られたベルニッツガート小地点沿いの入植地を拡充させてできたのである。付近の森林地帯へはフランク族が支配していた時代の後期、8世紀頃に入植が行われていた。死壁は防衛上の理由から円形に巡らされたこの内部を以下、 中核地区と呼ぶ。この痕跡は現在の町でも明らかに見て取れる。それはシュピタール合戦、ウンテルンシュミーツ合戦、フェーレンベルク合戦、ベート合戦と一致するが、これらは死壁の痕跡ではなくむしろその外側の堀の跡なのである。例えばローテンブルクオップデアタウバーのような13世紀に形成された多くの他の町とは異なり、ディンケルスビュールには 街の中心に長方形の丸くと広場がない。その代わりロート上のワイン市場から北に36メートルも伸びた市場通りが設けられている。この通りは様々な取引や生産が行われた名残を伝えている。ワイン市場の他に現在の旧市街内ゼークリンガー通りは、壺市場、パン市場、食用油市場などに分割して利用され。 アルトラートハウスプラッツ、旧市庁舎広場は、家畜市場に、ネルトリンガー通りは、比較製品市場にそれぞれ利用されていた。旧市街の構造は、都市の拡張が14世紀から始まり、都市の中心地や経済中心が、少し移動したことを示している。1499年には、都市文化の成果を象徴する、ゲオルク協会の建設が完了した。町の景観は、 これ以後基本的に変わっていない。ディンケルスビュールの経済的な最盛期は14世紀から15世紀であった。昔のシモンの外に町、ホアシュタットが形成された。おそらくはローテンブルガーモン、北、ゼークリンガーモン、西、ベルニッツモン、東、ネルトリンガーモン、南東の順であったと推測される。ディンケルスビュール旧市街では、 川という自然の防衛施設に取り囲まれたベルニフォアシュタットを除く形で、1372年から現在の市壁の建設が行われた。ローテンブルガー・フォアシュタットとネルトリンガー・フォアシュタットでは、それぞれ南北軸に並行した通り、北のバウホーフ通り、南のランゲガッセが、フォアシュタットの開発のために設けられた。ベルニッツ・アシュタットは、建物が建て込んでいて狭くて、 空き地のない実質的な地区であった。ローテンブルガー・フォアシュタットには火災発生の危険性が高い職種、カジヤが定住した。シュミー・ッツ・ガッセ、カジヤ工事の東の地区にはシュピタール・ホーフ、病院兼宿屋があり、固有の完結した建造物群を形成していた。このシュピタール・ホーフの建物は現在、老人ホームと歴史博物館に利用されている。 田舎風のネルトリンガー・フォアシュタットには、市の水車用水号があるため、染色工や川なめし業者が住んだ。建物がまばらであったローテンブルガー、ゼイクリンガー、ネルトリンガーのフォアシュタットには、織物工が住みつき、広場を設けることも定められた。市の外側には、カプチン会とカルメル会の修道院やドイツ騎士団の施設が設けられた。空き地は、 果樹園や馬の牧草地として利用された。多くの歴史的な町とは異なり、ディンケルスビュールの旧市街は19世紀から20世紀に大規模な拡張がなされた。市を完全に取り巻く壁が完成し、西側と南側には堀が掘られ、北にはローテンブルガー池が設けられ、東側はベルニッツ川につながる洪水調整地が作られた。 ベルニッツ川からの街のシルエットは、この都市の重要なトレードマークとなっている。街の外観を印象づける、建築の第一は、制御をルク教会である。これに次ぐのが四つの門頭である。この門は、ネルトリンガー門を除き、一方通行となっており、旧市街の保全と交通のモータリゼーションとの圧力が明らかに示されている。 北から時計回りに列記するディンケルスビュール少年聖火隊は死の設立に匹敵するほどの歴史を持つ音楽団体である。長い歴史を誇る郷土の祭りであるキンバーツェヒエの戦闘を歩くのもこの聖火隊である。我らの子供とこの町で呼ばれる聖火隊員は10歳から18歳の少年たちである。彼らは死の音楽教師らにより訓練され国内外で 演奏旅行を行っている。現在は二つのチームに分かれて演奏活動を行っている。一つは約九十人の大きなグループ、もう一つは約五十人のやや小さなグループである。いずれも音楽的にもパフォーマンスの点でも優れた活動を行っている。死が出来上がる前から二つの交易路、ニーベルング街道とローマ街道が交わる。 ベルニッツ川の都市置地点として、防衛上の重要地であった。この地に、1130年殺したウフェンケは、ディンケルスビュールの防衛施設を建造した。中世初期、ディンケルスビュールは、北西のクライルソハイム、南西のエルバンゲン、東のニュルンベルク、北のローテンブルクオプデアタウバー、南のウルムと関連を持っていたことが証明されている。この、ディンケルスビュールを通る、 1236年の文献では、ディンケルポルと記載されている南北の街道は、ベルニッツ川やレヒ川の渓谷沿いをたどる交易路であると同時に、北、ドイツからローマへ向かう巡礼の道でもあった。1950年にアウクスブルクの市長であったベーゲレは、観光の振興を目的として、連邦道、 B25 号線沿いを中心に、ビュールツブルクからアウクスブルクまでの中間に位置する、中世の面影を残した街らなるルート、特に、ローテンブルク・オプデア・ダウバー、ディンケルスビュール、リース・ボンチのネルトリンゲン、ドナウベルトを、ロマンティック街道と名付けた。二千四年の統計では、就業者のントが、製造業、ントが、観光業、ントが、 その他のサービス業で残りのわずかが農林業に従事している。失業率は7.2%である。19世紀後半の産業革命はディンケルスビュールに鉄道の便をもたらした。それまでアウクスブルクからビュルツブルグへ向かう幹線鉄道はドナウベルトからトロイヒトリンゲンに向かう北東方向へ曲がっており、トロイヒトリンゲンでアンスバッハを経てビュルツブルグへ まっすぐに向かう路線と接続していた。ベルニッツ川の渓谷を走る鉄道ネルトリンゲンドムビュール線は1870年代に建設されたが、はじめは単線でゆっくりとした鉄道であった。ネルトリンゲンからリンケルスビュールまでの区間は1876年7月2日に開通したが 31km の区間を運行するのに2時間もかかっていた。 1881年6月1日に、この鉄道は、ホイヒトバンゲンまで延長された。この町から、幹線鉄道アンスバッハクライルスハイム線の、ドムビュールまでは、すでに1876年4月15日に、開通していた。1985年6月1日、ネルトリンゲンドムビュール間の旅客輸送が停止され、 ビルブルクシテッテン製材所からの木材輸送のみの営業となった。ただし、下記の日曜には、ネルトリンゲンホイヒトバンゲン間に、起動車が走り、時折ネルトリンゲンにある、バイエルン鉄道博物館の蒸気機関車が、同じ区間を臨時に運行している。リンケルスビュールは、1952年に、ズデーテン地方のストシーブロシ、ドイツ名。 ミース及びその周辺の旧ミース軍と協力関係を結んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。